男女のペアチーム戦。わお。慣れない緊張。はい、おお。あ、うまい。勝つぞ。お。え、ゆくちゃん本当パッティング前からなんかすごい助かってる。うまいし。うまい。すごい。うん。マジ入ったらね、ったらいい。それちょっと何それ何そのポーズ何見たことないポーズ。私もやったことない。うまい。うまいね。うまっ。おーナイス。ナイスオッケー。自然ついた。自然ついた。なんかこう出てこい、出てこいやみたいになってる。あんだけ引っかかるとか言ってやってたのに、その後あんなうまくアポイスする。これもう撮影慣れっすよね。普段もう煽られるから、自分から煽りに行ってるんですよ。佐野さん、そんな感じでやった方がいいみたいです。佐野さん、なかなか難しいです。負けない。佐野さん、お願いします。ここね、右プッシュすると OB なんですよ。それプロにプレッシャーかけてるつもりです。もうバンカーから右はもう OB だからです。で、ちなみに左も OB です。知ってるけど。そういう言い方じゃない。あ、ダメなんです。そういう、どういう言い方。プロフェッショナル。お願いします。タイミングが大事。あ、タイミングが大事。ここで言うんです、ここで。お願いします。優しい、やっぱり。仕掛けると、うん、さっきのロボショットで当たらない木に当たっちゃうもんね。いや、あれぶってびっくりした。当たらない木に当たる。同じ位置です。同じ位置。これの飛んでますか。え、下克上しました。下克上。やっぱこれですか、佐野さん。そうです。これですか。はい。シャフトの力です。ちょっともったいないですね。アマチュアでもプロに勝てちゃうシャフト。そうです。そういうことです。今ちなみに TRPX の何が言ったの。アウラです、ね、もう7、8、アウラ、はい、アウラの6、8、リゴグサの方が飛んでる。これやっぱりこれですね。上り入れて、上り見て、はい、ピン奥だから、まあちょっとショート目でも、はい、難しいよね。ね、いや、一応7、8持ったんだけど、もう7、8持って。普段だったら8、打ててる時は8で、もうなんかバンカーとかあるんですか。余裕な、なんだけど7番かな。何ヤード。足元あれだし。何番で7番にします。やっぱりそのライ的にもなんかちゃんと振れなそう。じゃあさ、絶対こう普通に打ったらそれするよね。そう、ちょっと左に打った。さりげなくアドバイスをもらうっていうすご技を使ったね、今。自分から取りに行ったからね。アドバイススライスするよね。そう、スライスするよ、ね、ちょっと気持ち左に少し向いといて起き上がんないようにしたい。チャンス、チャンス。あれ、チャンスって言ってもそんな自信がない。大丈夫。どっか行っちゃった。大丈夫。グリーンの左ぐらいだと思う。そこさせなきゃダメでしょ。
ちょっと待ってください。はい。なるべく使わせないようにはしますけど。はい。でもしかしたらパターするよりいいかなって。よしよしよし。ここまでの大ミスじゃなくてよかった。ちょっと待ってます、ね。なんかけど薄いところでちょっと薄いところで待っちゃってますね。ちょっと芝ないんですよ。そうちょっと薄いところで待っちゃってた。結構厳しいですよ。厳しいです。なんとかうまくいって、はい、ちょっとスライスかな。うん、少し寄せたうまい。うわぁ、何おらんぞ。大丈夫です。さっき夏のアプローチ見て本気出してきたな、あれは多分低い球でピキュキュキュみたいな見せちゃうぞみたいな感じですね。聞こえてないかちょっとめちゃくちゃ硬いんですけど下。確かに開きまくって薄くすくうみたいな感じ。うまい。うまい。うー、完璧。よれよれ、もっとよれ、もっとよれ。もっとよれ。パター勝負。すごい。めっちゃうま。めっちゃうま。完璧じゃないですか。あ、結構いくんですね。ライスの上り。上り。左だからあんまり気分いい。ああ、惜しい。どうかな。いやいや、それ結構下ってんよ。プレッサー、プレッサー。いや、結構下ってはいるんだけど、結構、ま、結構曲がるね。上から入れる感じっぽく。上からか。上からそう。上から。ま、迷った時はまっすぐ。いや、迷ってない。打って。出た。ね、あ、佐野さんの見せ場、これをね、返しをね、スッて入れてくれる人はかっこいいですね。すげえプレッシャー。シンシンシン。すげえプレッシャー。こういうのはね、スッとね、サッとね、スッ、サッカンって一個、すんごいよく喋る。イエーイ。もうダメだ。今プレッシャーかけた。いや。今プレッシャーかけた。いや、いや、かけてないですよ。す、さ、かんって入ったらかっこいいなと思って。それが見たかったんですけど、ね。それプレッシャーって言うんじゃないですか。自分のメンタルの豆腐っぷりにちょっとびっくりする。前半の最後です。女子が打つ、うん、最後18番。私怒んないのに全然ね。うん、怒んないです。大丈夫です。ボール温めときました、ね、ありがとうございます。なんか図式が下僕化してる。前半のラスト、はい、はい、どこに打つんですか。左のバンカー方向なんで、はい。
しょー。バー5なんですね。可能であれば左目がいいですね。言い方がなんかソフト。ソフト。左目ね。上からカット打ちみたいな感じですか？いや、まあ、被せてる感じなんですけど、うん、しかも左下がりなんですよ。そうなんですよね。本当良くないところに伝えました、私が。うまい。気を付けて。おおせ。ごめん。すごい球打ちますね。木当たって戻ってたらもちろん。すごいですね。今のすごかったですね。すごいよね。枝に当たっちゃったよね。いやでも全然。これ残りたっぷり。300ヤードぐらい。300。本当ですか？本当です。あんまり近すぎない。そうですね、まあ、多分70ヤードとか。あ、そのぐらいの方が嬉しいです。50以上以上の方がなんか安心して、うん、風もあれだし、そう、もうちょっとドローで行けたらいいかなって。あれあれ、プロフがしゃべります。今のは何ですか？あ、ダブった。今のは何ですか？プロフが顔が赤くなってちょっと嫌だなって思った。いや、今どういう状況で、ね、ちょっと、はい、ちょ手前がちょっと盛り上がってんなと思って打つ前に気がついて、打っとってダブらないやつだよね。今いいショット出たからマッチリ見てます。面白い音がした。なんかスポッポソじゃん、なんかすごい引っ張るじゃん。いや、和みました。あ、こっちブリヂストンだよ。え、マジ、うん、こっちブリヂストン。やば、いや、ね、逆みたいっすよ。やっと逆みたいっすよ。有利ですよね。またダフらなきゃ。大丈夫。上げてますよね。うん、ちょっと上げてる。5番優先品で言うと、
が。そこまで読めたんですか。58ヤードですね。チャス60度の上っちゃうらしい。ロブショットキーない、キーない。でも上げてるからやっぱここはぶつかっ風にぶつけていく低い球じゃないですか。ぶつかってるやりにくい。そんなのプロしか打てないから。ちょっと来てる。聞いちゃうからいけない。手前からランニングアプローチ。次から1個ボール1、2個渡しといてあげてください。はい、あのプロのボール。あ、はい、確かに短い距離ちょっと難しいですよ、ね。高さもあんな上がらないですよね。そうですそうです。繊細さが。ちょっと2個分かる。はい。そのままもらおう。これで。そのままサイン書いてもらって。サインしてもらってもらった。またでいいですよ。ありますけど。プロになったら。大丈夫。ちょうどその上。大丈夫でしょ。いける？いけます。まあ、強さがね。まっすぐ、まっすぐだよね。なんかこっちからもこう。両方来てる。両方来てるよね。確かに。そんなに切れねえけど。はい。ラインバッチリですね。教えてもらったところ。ラインバッチリ。教えてもらったところ。スラか。ドンドン。ドンドン。出たプロが。出た出た。プロが逆に攻撃。はい、言えます。曲がった。言ってたと全然違う。ちょっと開いて。いや切れた、結構切れた、うん、ここら辺で当たんだけど、ここら辺だった。あれズドンって打ってたらまっすぐそのまま入ってた。あ、じゃあ本当のアドバイスだったんですね。本当のアドバイス。よかったー。ズドンって打ったらさ、バッケ難しいじゃん。でも男女混合ってまあまあ、うん、面白い、ね、面白い、ね、いろんなことが起きる、うん、なんかそんなトーナメントになればいいのね。ああ、うん、男女混合の、うん、スリーツアーズの新しい版みたいな、うん、あってもいいですよね、うん、TRPX さんの新しいシャフトを刺した窓。おお、すっげえいい球。